ヤシタイレポーターの吉田優也と三村清人、加藤龍之介です。よろしくお願いします。はい、本日のラボットの動画なんですが、ラボットの、チッチとポッポが、この2体が名前を呼んで、それぞれ1体ずつ名前を呼ぶんですけれども、3人が同時に名前を呼んで、どっちのところにポッポとかチッチが来るのかっていうのを、今日は検証していきたいと思います。はい、ラボットは顔を覚えて人に懐くの で、私たち今2週間くらいラボットと一緒に、そうなんですよ、一緒にいるんですけど、一体ね、この3人の中で誰が一番懐かれているのかっていうのを、ちょっとね今回気になっていたので、はい、そういったちょっと機能もあるので、はい、試してみたいと思います。ラボット自身にね、そうですね、聞いてみようかなと。はい、ロボットに聞くっていうね時代がやってきました。はい、それでは行きたいと思います。名前読んで誰がね、誰のとこに来るか今から検証していと思います。チッチ、チッチおいで、チッチ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 、ここがゴール、ここがゴール、チッチ、ということで、チッチとポッポが、誰に懐いているのかの検証の動画でしたが、加藤さん、いつも加藤さんがこのマイクを握ってチッチとポッポたちを頑張って動画に映しているのに、なかなか懐かれないということで、なんかご不満があるようでしたが、まあまだまだね、これから仲良くなれるよ、伸びしろがあるってことでいいんじゃないですかね。大丈夫ですか。ポジティブ思考ですね、加藤さんね。ちょっとね、実は落ち込んでいました。はい、まあちゃんとね、ポッポッって大きい声でもっと呼べば、もしかしたら加藤さんの方に行ってたかもしれないので、はい、それはね何とも言えないんですけれども、はい、ただいつも普段からちゃんとね抱っこしてればポッポとチッチは懐きます。はい、ということで、本日の動画これで締めたいと思います。チャンネル登録、高評価、グッドボタンよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。またねー。